バガーのよくリアフェンダーに、US のテール、じゃあナンバープレート台のこうちっちゃな穴が開いてると思うんですよね。で、よくそれは穴を埋めたりするんですが、今回はそこを穴埋めるのをあえてやめて、ステンレスの板で、レーザーカットをして、こんな形で、どうしたかな、鏡面で仕上げました。で、その分周りにね、ミリネジで、止まるように、なんていうかな、ネジ穴を作って、で、中にアクリル板を入れて、作ってます。で、これで、何をするかといえば、こんな形で光らすようにちょっとしてみました。まあ実際出来上がってからね、塗装をし終わってから中の LED はもうちょっとこう考えるんですが、アクリル板を、ちょっと特殊なアクリル板、ちょっと分かりますかね、ほらメラメラになってるでしょ。こういったアクリル板にして中でこう光るように、こんな形でしてます。こう、まあこういったもののやり方っていろいろあるんですけども、こういった方法もあるんではないでしょうか。こんな感じで、作っていきます。まあいろんなね、やり方を試していったらいいと思うので、こういった方法もあると思います。よろしく、今日はこんな感じです。よろしくお願いします。